ヤッチンゴの牛タンヌーボーでーす。イエーイ、待ってました。今日ここ補助でヌーボーあるんで、うん、もう見えないよ。伊藤さんです。伊藤ですよ、プロデューサーね。あの、知り合って大丈夫。あ、それぐらいになりますね。リュウキです。リュウキです。なんて言えばいいんだろう。バラエティメンズキャバクラ帝王の、はい、なんだそれでしょ。バイちゃん、バイちゃん違う、バイちゃん略してバイちゃん。おかしい。はい、とりあえず飲んでください。はい、どうぞ。スカスカスカ、これ喋るまでに潰れちゃいますよ、私。よろしくお願いします。はい、もう一人はですね、あの、ネックレスのデザイナーさんですね。はい、タワーココマロさんです。そういうことになっております。あ、いいんだ、否定しないんだ。とりあえず今日はこの前、ツイッターで炎上していた元カレの話しましょうか。どの元カレ。多い多い、炎上する人多い。最短の元カレ。遠い、うん、あ、トイの話なんかつまんないよ。とりあえず今日気になるお酒を飲み干すとよ、20分で。インド黒霧全部あるので、うん、右目真っ赤からですね。だからもうすでに飲んでますよね、慎吾さん。そんなことないです。あ、ダメや。はい、どうぞ。厳しい。はいはい。トイさんは誰、どこで知り合ったんですか。あの、青山さんのイベント。どっちから行ったんですか。お互いかな。まあ、本当か。まあ、最初は僕から言ったんですけど、トイ君はまあ、うん、若いしね、うん、才能があるかなと思って、うん、ちょっとその DNA 欲しいなと思う。あざまーす。DNA 欲しいと思ったんだけど、うん、会うたびちょっとね、友達みたいになってくると、そういう性的な気持ちってなくなってくるんですよ、僕。うんうん、最初の新鮮味がなくなるっていうか、うん、そうじゃないですか。うん、飽きた。そうだから、まあ、この子はまあ弟として可愛がろうと思って、今仲良く、うん、あ、付き合ってはないんですよ、トイさん。そうですね、本命がいるんで。お、本命の話しますか。え、それ聞きたいな。いや、付き合ってるんですか。うん、お、へぇ、どんな人。見た目はいかつくて、神奈川か横浜、東京か分かんないところにお店がありまして、神奈川は町田とか、町田ですね。ああいうところの中段から町ですもんね。そうです。で、あのバラエティメンズキャバクラって言ってる。この人か。結局そうかい。トイレ行ってきます。ダメダメ。まあ、そうですね、まあ、付き合ってるようなもんですね。彼は否定してますけど、うん、内心多分分かってるんで、初対面会った時怖くて、見た目ちょっと怖いじゃないですか。え、人みたいな仲間。おかしいだろ。でも、なんか縁があるかなと思って、仲良くこっちから歩み寄ってきたらね、うん、こんな状態になって。最初、どんな人かけたんですか。いや、僕の知り合いの人が慎吾ちゃんに会いに行くって言ってて、あ、うん、僕、ボクシングやってたんです、前。うん、で、その会長が慎吾ちゃんと撮った写メを送られてきて、うん、お、これ会長と知り合いなんだって、じゃあ会長の話したいなっていうので、うん、慎吾ちゃんに会いに行ったんですよ。うん、そしたらなんか全然盛り上がってないみたいなと、なんか慎吾ちゃんが踊ってたんですけど、うん、お兄さん、お兄さん、脱いちゃってとか言ってるんですけど、誰も脱いでなくて、うん、なんか、俺に言われてんのかなとかって勘違いしちゃって、左パンツ一丁になったんですよ。僕パンツ一丁で。今はね、付き合ってないってことですか。今は、そうですね、僕は行き当たりばったりの彼氏が好きなんですよ。その場でもうやっちゃってそれで得されなく終わるという。その方が良くないですか。なんかその、飽き性でしょ、伊藤さんも。飽きないですよ。本当、うん、どんなタイプが好きなんですか、伊藤さんも。うざづけ。わぁ、ミキティはちなみにどうですか、伊藤さん。タイプじゃないです。伊藤さん僕結構好きですけどね。 人柄が好きよ。あ、そうですか。うん、中身がね、中身がいい、うん、中身がいい、見た目はこっち。あ、私見た目はもうこっち。あ、そうなんですか。うん、大好き。おちんちんしゃぶったらいい。なんでやねん。おちんちん、なんでおちんちん結びつけちゃうの。ちなみにミキティは、ホマダさんは、何人の男の人の加えてきたんですか。教えてください。ちょん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 。多いの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 。今、この前ね、彼氏の写真見せてもらったんですけど、おじさん。あ、言うな、おじさん。だって私より若いんじゃん。期待してたらめっちゃおじさん。私より若いんじゃん、7歳も。あ、そうなの。でも本人そう若くないですもんね。若いよ、何言ってんの。飯島直子みたいじゃん。え、僕より上でしょ。
いくつなん？もう34。46やん。ほらほら。え、嘘。若いよ。いいな、若いよ。あんた失礼だよ、本当に。なんで失礼だよ。だってこっちの上やん。うん。当たってるよ。え、見る目あるよ。やっぱアイドル見てるだけ。アイドル見る、うん、でも、綺麗でしょ。おい、なんか言えよ。なんか言えよ。答えなや。ちなみに伊藤さんは何歳から何歳まで行けるんですか？僕ね、小学大人から行けるかもしれん。え、行けるかもしれん。いやだよ。目が笑ってないんだよ伊藤さん。でもこの前伊藤さんね、久しぶり里帰りしてて、はい、家のご飯美味しそうでしたね。でお母さんのねご飯ね最高なんですよ。あれちょっとね、伊藤さんのタイムライン面白いですよ。結構ほのぼのするの。別に面白いってからほのぼのする。うん、なんかいいなと思っちゃう。あ、僕のね親はね仲良くて、うん、夫婦で毎晩ご飯作るんですよ。楽しいです。伊藤さんのお母さん綺麗でしょ。伊藤さんが結構この人さ目綺麗じゃない？目綺麗。うん、あのね父親がね結構イケメンだったの昔まで。うん、母親はねちょっと潰れちゃった。でも7人兄弟ぐらいなんですよ。え、そうなんだ。長崎出身で。長崎出身なんですか？そうですよ。なんでですか？え、僕長崎めっちゃ好きだから。この前も長崎から牡蠣送ってもらって、カステラも送ってもらって。あ、そうだ。あれ、うん、あのカステラ、うん、カステラ、どこのカステラ？焼き福田屋。お、そうよ。あのね、結構ね、東京の人とかみんなカステラって言うと文明堂って言うの。うん、で、副菜の方が元祖だし、副菜は全部手作りなんですよ。機械使わないです。あれ、おいしかったですよね。うん、見た、うん、なんかこうやってやってんの。じゃあ今度ちょっと副菜のね、営業行きましょうよ。うん、え、今度長崎行ったら、うん、あの、ちょっと案内してくれませんか、カステラ屋さん。いいっすよ。ほんですか？うん、うん、そのけ長崎でお仕事なんかいただけますか？お仕事今までの彼氏の話しましょう。いやだ、なんでそんな掘り下げるの？なんで？まあ、楽しくないよ、そんなの。過去の話。何年切りしたんすか？相当食ってますけど、うん、もう、のんけは、多分980年。嘘でしょ。Facebook じゃないですか、それ。980年食った？いや、もっといってると思いますよ。相当食ってますよ、僕。最近も？いや、行ってます、行ってます。ガッツリ行ってますよ。どこ、ここで？ここじゃない、あの、いろんなところに。ホテルとか？サクッと。トイレとか、うん、あ、フェラだけとか？どこでやだ、まだイベントとかやな。そう、いろんなところで、まあ、楽屋とかでしゃばってますけど、うんうん、この前キャメロットのイベントの時もなんかおちんちんしゃばってましたもんね。しゃぶってねえわ。しゃぶってねえわ。しゃぶってた。じゃあ、シンゴちゃん今度教えて。しゃぶり方おかしい。そこだけ食いつくのおかしい。教えて。やり方教えて。詳しいね。かわいいじゃん。かわいくな。うん、教えて。歳がね。え？急に冷めるよ。急に慣れるかに。マジが分かるなって。30以上の、ね、女は僕立たないんですよ。注意して。え？じゃあ注意しておかしい。なんでだよ。なんでだよ。ジンの持ってきて、ジンの。伊藤さん行くんか。伊藤さん行くんか。並べといたら。じゃあ、とりあえず、あの彼氏の話するんで。うん。やばいやばい。やばい。いい、浄化ですよ。行くよ。ちょっと一人消えちゃうんですよ。じゃあ、3文字しりとりします。いつもの。さん、全くいいですか？わかります。真ん中に円がついちゃダメ。真ん中から始まるしりとり。いいですか？これ、右脳を発達します。え、何？ただ、慎吾さん、残念なことで慎吾さん、水槽入れみたいになってます。行きますよ。行きますよ。いいんかい。こう行きますね。うん。じゃ行きます。せーの。クイズ。い。3文字。真ん中の。い。うん。はい、ダメー。真ん中中学生やろ。ダメー。はい。こんなのそうだよ、当たり前じゃない。はい、ドドスカスカスカ、ドドスカスカスカ、ドドスカスカスカ、酒注入。おー、かっこいい。どうぞ。かっこいい。ある意味かっこいいけど大丈夫？どうぞ、もう喋れなくなっちゃったよ。伊藤さん、アル中なんないでね。じゃあ彼氏の話しますね。どうぞ、今脳が一回半分解けて。そうですね、僕、テレビ出る前に
あのずっと付き合ってた彼氏がいたんですよ、ふうたくんって言って、うん、まあ、その子が、うん、本当に、うん、まあ、お金お互いなかったんで、うん、ダイハツのミラって車だったんですけど、うん、2人の唯一の贅沢は ロイヤルホーソンのチョコレートパフェだったんですね。あ、お金持ってないですか？なかったの、僕もなかったし、うんうん、その、まあ、オーディションとか受けまくってたから、うん、全然お金なくて、うん、マッサージもできないぐらいオーディション受けてたから、うん、で、僕がいきなりテレビブレイクバッとしたじゃないですか、2000、うんうん、その時に、もう彼からずっと LINE 入ってて、うん、連絡とか、すごい連絡来てて、シンゴ会いたいとか、うん、で、僕がそのテレビの世界入ったら、うん、もうかっこいい人からもう全部いるじゃないですか、うん、いろんな誘惑もあるし、いきなりみんなから歓迎されるでしょ、うんうん、いきなり有名になるから、うん、街歩いてたらもうすごいじゃない、楽しんごちゃん楽しんごちゃんって、うんうん、自分がおかしくなってくるんですよね、天狗みたいになっちゃって、うんうん、でずっと彼から最終的に261件もう入ってて、ずっと仕方してたんだけど、ある時に僕がそのままブログが流行ってて、うん、寝る時にこうやっておやすみなさいって写真撮ったんですね、うん、新宿のうちの時に、うん、でこっちに押し入れが映ってて、うん、で撮って、で翌日かな、うん、すっごいニュースになっちゃってて、うん、男性が映ってるって後ろに背後に、うん、で写真見たら写真見たらその風太くんなんですよ、風太くんが映ってるの、うん、でそれがね、なんと彼の生き霊、生き霊っていうんですかね、うん、グータンでもこんな怖い話なんですか。そうなんです。僕ね、グータンあんま見たことないんだよ。ないじゃん。ちゃんと調べてこいや。恋愛とかのね、恋愛トークでしょ、女の子たちので、楽しんご背後って検索するともう出てくるんやけど、これリアルな心霊写真だから、うん、見た人結構体調悪くなんだけど大丈夫ですか。やめない、やめない、やめない、やめない。じゃあちょっと見せますね。それダメ、見せますよ。どうもダメ。お父さん。お父さん。何でそのご飯。はい、行きます。え？これ僕なんですけど。お。僕。お。うん。で、何を言ってるんだよ。で、こっち側見てください。こっち側。誰もいないでしょ。うん。こっち側見てください。お。一人いるんですよ。何これ。これ。あ、誰もいないでよ、後ろに。本当は、なんか大きさおかしいし。大きさおかしいし。僕次の日になってね、携帯番号知られたくないから公衆電話から彼に電話して、うんうんうん、昨日どこいたのって聞いたんですよ、うん、そしたらお前のツイッターかフェイスブックで住所出るじゃないですか、あの目黒区とか出るじゃん、あそこからパソコンで検索すると住所まで出るんですって、うん、そうだよ、そう、うん、でお前のマンションの下にいたよって言われたの、うん、これ撮った時間に、うん、すぐ下にいたってこと、うん、なんか嘘だよ、怖いいや、ほんと良くないよ。良くない、それも消しだね。え、その人とは今どんな？全然連絡取ってないですよ。携帯番号覚えてますけど。いや、覚えちゃった。今かけてみますか。ダメ、僕ね、人の番号全部覚えちゃうんですよ。お、僕の言える？え、伊藤さんの？うん。090-6353-0… もう、次は、次。09？ あ、惜しかった。でもすごい。そこまで全部当てますよ。6353-0736とか。あ、惜しい、惜しい、惜しい。大丈夫、惜しい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ほぼ合ってます。本当？僕あ、当てられるんですよ。すごい。さっきの心霊写真消した方がいいよね。これ消さなくていい。これやばいよね。やばい。これ見た人みんな体調悪くなるんですよ。やめろやめろ。あ、これあのそのトップカメラにしましょう。え？結構は反響ある、これ多分。そう、じゃあ見いいです。すごいね、伊藤さん。ぶっ飛んでるぐらい最高ですね。見るのは分かんないよね。あ、これ消しよっか、うん、これ消さなくて、じゃあリアルなんですよ、多分これがリアルな本当の写真、うん、ちょっと胸が痛くなってきた、え、成長期まだ成長するかまだです、やばいよ、ホマラさんは090-7271、あ、ちょっと待って、やめて、もう合ってる、ほら、僕すごい合ってるし、あ、すごい、やめ、結構分かっちゃうの、番号、なんで、遠いは090-8、やめろはい、じゃあ最後いきますよ、2回戦いきます、ちょっと、ちょっと、そのね、ゲームのね、寄り方が分かんない、寄り方、いや、やり方が分かんない、ちょっと教えて、やり方が分かんない、パインっつったら、うん、イモリもずくとか真ん中の文字を真ん中から始まる3文字で1回せーのラジオ時間うんどうしたの？オッケー
時間かカラスララッパ津波並木、うん、ミミズミンク、あらはいよミンク、はい、ドロスカスカスカドロスカスカ、あ、かっこいい、ドロスカスカスカ酒注入、原宿で、うん、あのギャップの前に立ったらスカウトされましたよ。この間ですよ。すごい。20代限定でやってたみたいですけど、ツイッター載せるって言われて年を書いたところで、うん、びっくりされました。20代見えたところか。そうみたいです。ちょっと男に見えたけどいや、ちゃんと髪の毛も巻き巻き言って、男に見えたりせやいや、本当にびっくりしました。私も自分でびっくりしたし、ね、だってね、今日だってそうでしょ、はい、来た時ね、分かんなかったです。何歳か分かんなかった。全然分かんなかった。顔、顔、何かを求めてる顔してる。レロレロレロ、ないかね。さっきレロレロした。本当に伊藤さん倒れちゃう。でも本当に、まあ、マジでそのツイッターにあげたからっていうんで、普通にちょっとだーまー集中できてる。だからお腹すごいです。何やめ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 や怒れよやめろよって言わないの。お顔を伝えたいな、お顔が。ありがとう、おかしい、ありがとう、おかしい、ありがとう、おかしいが。あっ、だから、あたもう取り回りましょうよ。これがグータンヌボーなんですね。はい、皆さん楽しい時間でしたね。ありがとうございます。これは、聞いて楽しむものじゃなくて、皆さん見て自分も同じ雰囲気に環境にいると思って癒されてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。本当の顔を見せて信じろ。